カマラ、または、キマラの、リングネームで知られるジェームズ・ハリスは、アフリカ系アメリカ人のプロレスラー。アメリカ合衆国ミシシッピ州出身。アフリカの部族ギミックの怪奇派レスラーとして、クア、WCCW、ムズウィ、NWA、アワ、WWF、アスワ、WCW などアメリカの各団体で活躍した。日本にもジャイアントキマラの名義で、 たびたび来日しており、全日本プロレスの常連外国人だった、ベンジャミン・ピーコックのオリジナル版ギミックとして知られている。プロレスラーになる以前は、フロリダ州で、配管工などの仕事に就いていた。1975年に、ミシガン州に移住し、そこで、ボボ・ブラジルと出会ったことを機に、プロレス入りを決意。ブラジルの友人のプロレスラー、タイニー、ティム・ハンプトンのトレーニングを受け、 1978年に地元ミシシッピ州やルイジアナ州、オクラホマ州などミッドサウス一帯をテリトリーとする NWA のトライステート地区でデビューする。当時はシュガーベア、ハリスなどのリングネームを名乗り、大型の黒人ヒールとして売り出された。1980年4月25日にはアラバマ地区でオレー・アンダーソンから NWA、同年下期からは ビッグ、ジム・ハリスの名前で、ドイツやイギリスなど欧州に定着。1980年9月から10月にかけて、ハノーバーで開催されたトーナメントでは、日本から遠征していたキム・ドケや大似た厚とも、対戦している。当時の日本のプロレス専門誌では、まだ見ぬ、ヨーロッパの競合として報じられたこともあった。1982年に、アメリカに戻り、テネシー州メンフィスのクアにおいて、 ジェリーローラーのアイデアにより、ウガンダの未開部族をモチーフとした新ギミック、カマラへ変身する。顔とボディに、呪術的なペインティングを施し、槍と盾を手に、巨大な木彫りの仮面を被って入場。素足に、腰ネノというスタイルで試合を行い、ジャングルの奥地で彼を、発見したという謎の覆面探検家を、通訳県人のマネージャーとして帯同するなど、奇抜なキャラクターと演出で、 一躍センセーショナルな存在となった。同年6月7日にはローラーを破り、クアのフラッグシップタイトルだったアワ・南部ヘビー級王座をダッシュしている。以降、テキサス州ダラス地区の WCCW やフルスでも、あるミッドサウスエリアのムズびなど、各地の主要テリトリーを転戦。WCCW では、フォン・エリック兄弟、ブルーザー・ブロディ、ザグレート・歌舞伎、 テリー・ゴデラと激闘を繰り広げた。1983年10月3日にはテキサス州フォートワースにてハーリーレースの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦している。1984年7月からは WWF に初登場。フレッド・ブラシーを覆面探検家キムチートのダブルマネージャーに迎え、アンドレザ・ジャイアントとの高層アングルが組まれるが、 待遇面の不満から短期間で離脱している。その後は、ビンスマクマホンの全米侵攻に対する NWA& アワー連合軍の主力メンバーとなり、1985年7月6日に開催されたグレートアメリカンバッシュの第1回大会では、マグナム TA の NWAUS ヘビー級王座に挑戦。アワーゾーンでは、サージェントスローターやジェリー・ブラックウェルと構想し、 リック・マーテルが保持していたアワ世界ヘビー級王座にも挑戦した。また、同年8月にはジャイアント、キマラとして、ジャパンプロレスに初来日。当時は、歌舞伎や、ロードウォリアーズの出現で、ペイントレスラーが全盛だったこともあり、日本でも注目を集めた。1986年の後半より、WWF と再契約。ザ・ウィザードことキング・イヤウケアを、 キムチートのダブルマネージャーに12月26日にニューヨークのマディソンスクエアガーデンにてハルク・ホーガンの WWF 世界ヘビー級王座に挑戦。1987年5月のサタデー・ナイト・メインイベントではジェイク・ロバーツとも対戦し、1988年からはワイルド・サモアン・シカとの野獣コンビで活動した。 WWF 離脱後の1989年2月には全日本プロレスに来日。1991年の再来日では、キマラ2号ことベンジャミン・ピーコックとタッグを組み、アブドーラ・ラザ・ブッチャーを交えたアフリカ軍団としても猛威を振るった。1991年下期からは、メンフィスのアスワにて、因縁のジェリーローラーを相手に統一世界王座をめぐる構想を展開。 翌1992年4月には、当時、アソアと接点を持っていた W ・ ING プロモーションに来日、ジップシー・ジョーとも対戦した。同年下期より、WWF に復帰し、ジ・アンダーテイカーとの回帰派同士の構想をした後、11月25日開催のサバイバーシリーズでは、カノケマッチによる決着戦が行われた。1993年、 マネージャーのキムチートの仲間割れを機にベビーフェイスに転向。聖職者として WWF に復帰したスリックを新しいマネージャーに迎え、ショーン・マイケルズ、パパ・シャンゴ、横綱、バンバン・ビガロ、ドインク・ザ・クラウンなどのヒール勢を相手に異色のベビーフェイスとして活躍した。その後、WWF を離れ、トラックドライバーをしていたが、同時期に、 WCW に移籍していたハルク・ホーガンの招きで1995年より WCW と契約。再びヒールに戻り、ケビン・サリバン率いるダンジョン・オブ・ドゥームに加入。ザ・シャークやゾディアックらと共闘し、ムズイから WWF を通しての宿敵ジム・ドゥガンとの構想を再開。同年9月17日の PPV、ホール・ブロールでは、ダンジョン・オブ・ドゥームのメンバーとして、 メインイベントの時間先もーデスマッチ、ウオーゲームに出場、ハルカマニアックスと対戦するが、この試合を最後に、WCW を離脱した。以降は、セミリタイヤして、トラックドライバーを本領とする傍ら、各地のインディー団体に、スポット参戦した。2001年4月1日には、レッスルマニア X7 のギミックバトルロイヤルに、出場。百九十二年の参戦時と、 同様、キムチーとハービー・ウィップルマンをマネージャーに従えて、久々の WWE 登場を果たした。この大会では、当時、WWE のコミッショナー役だった、ウィリアム・リーガルの執務室に侵入して部屋をめちゃくちゃに、するなどバックステージのスキットでも活躍している。2004年7月26日には、RAW のディーバーサーチにも出演した。 2005年に WWE とレジェンド契約を結び、8月11日のスマックダウンでランディ・オートンと対戦。11月1日のタブー・チューズデイの友人ジミー・スヌーカ対ロブ・コンウェイダイソン・トムコ戦にも登場し、試合後にトムコをウガンダンスプラッシュで圧殺している。2006年6月26日の RAW では、前日のベンジェンスで開校した同タイプの後継者とも、 エル・ウ馬がとの試合が組まれた。その後もインディー団体にレジェンドとして時折参戦する。一方、オールドタイマーによるディユニオンイベントにも出場し、かつてのライバルたちとエキシビションマッチを行った。2008年6月8日には、ティネの PPV、スラミバースリーに登場。リング上で行われた、J リーサルとソーカルバルのウェディングセレモニーに、 ジェイク・ロバーツ、ココビーウェア、ジョージ・スティールと共に出席して、指揮をぶち壊しにした。2011年11月7日、糖尿病の合併症で左足を膝元から切断することとなり、現役を引退。2012年4月には、右足の切断手術も行われた。2016年、WWE を相手にプロレスラーが在職中に、 脳座症による障害を受けたという損害賠償を求める裁判に連名。この訴訟は2018年9月にコネチカット地区判事によって棄却された。2017年11月19日、ミシシッピ州オックスフォードの病院で心臓と肺の周りに溜まった体液を排出するための救命救急手術を受けた。その後、合併症のために生命維持装置につながれていた。 ママ娘によると、翌日には改善の兆しを見せ、11月22日には、自力で呼吸ができるようになったものの、話すことができず、集中治療室に入ったままであったことが報告された。2020年8月5日、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性と判明。その日のうちに入院したが、同月9日午後に死去。ESPN のジェイソン・キング記者は、 カマラの妻へのインタビューで毎週通院していた人工透析センターで感染したのではないかとしている。70歳没。WWE も公式サイトでその死を伝えた。サージェントスローターを攻撃するカマラ日本では、極もの的なイメージばかりが懸念され、レスラーとして正当に評価されることはなかったが、巨体に似合わぬ貧瘍性の持ち主であり、 トップロープからのダイビングボディプレスをはじめ、ディープフロックなどもこなした。また、技ではないが、自らの巨大な腹を太鼓に見立てて、両手でポンポンと叩く仕草も彼のトレードマークで、後にザ・ロックが、ハルク・ホーガンの前で真似をしたことがある。突起以外は、カマラ名義での体感。NWA トライステートサウスイースタン、チャンピオンシップレスリングコンチネンタルレスリング。 アソシエーションテキサスオールスターレスリングユナイテッド、スティーツレスリングアソシエーショングレートレイクスレスリング、アソシエーション,ン,シションサウスイースタン、エクストリームレスリング。ありがとうございます。